沖縄スタイルの達也です。よろしくお願いします。今回お話しする内容は沖縄旅行ではなかなか気づけないことで、沖縄に移住して気づいたことをお話しします。沖縄の方の名字って独特かつ個性的な名字の方が多いと思いませんか？僕も沖縄に移住して本土の方ではなかなか聞かないような名前の方がいっぱいいて、すごく新鮮な気持ちになったのを覚えています。特に多いのは比嘉さん、金城さん、玉木さん、もしくは玉城さん、上原さん、山城さんなど、これらの名字の方って特に多いんですけど、今回はその中でも比嘉さんの名前の由来について調べてみたので簡単に説明します。まず比嘉さんという名字は沖縄県の中で一番多い名字です。もし沖縄に移住するなら必ず比嘉さんとはどこかで関わることになると思うので、移住を予定している方は覚えておいてください。そして比嘉さんという方は全国で約6万人いると言われていて、その中でも5万人以上が沖縄県にいるらしいです。沖縄県の人口は約150万人で、その中の5万人が比嘉さんということは、単純計算で30人に1人は比嘉さんがいるということになるので、学校のクラスに1人は比嘉さんがいるんだと思います。僕が知り合いに聞いた話だと、クラスに比嘉さんが4人いたって話も聞いたことがあるので、もしかしたらもっといるクラスもあるかもしれないですし、沖縄県内の学校に通った方はぜひコメント欄に一クラスに何人いたか書いてくれたら嬉しいですね。ここからは比嘉さんの名前の由来について説明します。比嘉という名前には実は東という字が関係していて、沖縄県では東を太陽が昇る方角のことで上がりと言ったり比嘉と言ったりします。そして沖縄には古くから上がりうまいという東方への聖地巡礼を表す行事があり、首里城から見て東にある世界遺産のセーファーウタキはまさにその聖地となっており、この場所から見える久高島は琉球海祖の神様でもある天海清という神が国づくりのため二来家内から降り立ちと言われていることから、比嘉さんの比嘉は神様のいる位置を示すためや、太陽が昇る方角の東を名字として残していったんだと思います。また比嘉というのはもともとはヒムカという名前だったとも言われていて、ヤマトタケルノミコトが九州南部一帯のことをヒューガの国と名付け、このヒューガの国の人たちが沖縄に渡りヒムカとなり、神様や太陽の上がる方角を示す意味を込め比嘉になったそうです。比嘉さんの由来について調べてみたら、ヤマトタケルノミコトや日本書紀、古事記とかそういう話も絡んでくるんだなと思ったら、誇らしく素晴らしいルーツを持った名前なんだなと思いました。ただ今回説明した内容は確定した情報ではなく、様々な情報がある中でもその中でも有力だと思った説の一つに過ぎないので、これが絶対正しいんだとは思わないでください。どちらにせよ比嘉さんの由来には素晴らしい物語があるんだろうなとは思います。比嘉さん以外にも面白いルーツのある名前の方もたくさんいるので、また紹介していきたいと思います。ということで今回は比嘉さんのルーツについて簡単に説明しましたが、ぜひこの動画が比嘉さんに届けばいいなと思います。この動画を見てなるほどなと思ってくれた方はチャンネル登録やコメントと高評価などお願いします。沖縄スタイルでした。